先日のドバイゴールデン車品で地方馬で唯一出走したイグナイター。騎乗した笹川騎手が車高と無知回数超過により騎乗停止になり、馬主、騎手、エージェントが異例の謝罪をしたことが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。イグナイターの馬主、騎手、エージェント異例の謝罪。ドバイゴールデン車品のイグナイターに騎乗して5着だった笹川翼騎手は、残り 250m で外側に車高して他馬の走行を妨害したとして4日間の騎乗停止処分と無知の使用違反で課題金を課された。 UAE の競馬統括機関であるエミレーツレーシングオーソリティが発表した。この度は僕の騎乗でドバイという世界ナンバーワンを決めるレースで格馬の動きを妨害してしまい本当に申し訳ありませんでした。地方馬が19年振りといろんな方に応援していただいたのに水を差すようなことをしてしまい、今はひたすら自分自身の技術不足を痛感しております。ただ一つ、今回イグナイターや陣営の皆様は本当によくやってくれました。そこだけは皆さん理解してほしいです。特にイグナイターは本当によく頑張ってくれました。悪いのは自分です。最後になりますが、被害を受けた陣営の皆さん本当に申し訳ございませんでした。翼くんは勝つために必死に乗ってくれました。チームリーダーとして僕からも謝罪いたします。僕の相場イグナイターの車高でご迷惑をおかけした陣営の皆様、本当に申し訳ありませんでした。笹川のエージェントをさせていただいている身として私も責任を感じております。この度1年に1度のドバイミーティングを楽しみにしていた全ての競馬ファンの皆様、そして馬券を購入し楽しんでいただいていた皆様に対し伏してお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。厳しいご意見批判をすべて受け入れ、今後笹川には国際ルール、そして日本のルールを遵守しながら最高のスポーツである競馬に対して望んでもらうよう私からも話させていただきます。そんなにひどい妨害したの？そこまで謝ることか。謝罪を要求されたんかな。川田が激怒してんのか。エージェントまで謝罪させれるのってなんかすごいな。エージェントも謝ってんのか。お腹も見習えよ。闇が深すぎる。中央のジョッキーがやらかしても馬主とエージェントが謝罪コメント出すことなんかありえん。エージェントが表立って謝罪ってめったにないよね。被害に遭った馬と騎手がな。村社会本当に怖いし、時代錯誤も甚だしい。結構大ごとにになってる。前高校わらわら。マジで村社会怖すぎるわ。地方競馬の立場の弱さ。これ前高からの圧力？前高さんリメイク大好きだからな。リアド DS の勝利はダービー3回勝つより嬉しかったらしい。どうせあの騎手にボロクソ言われたんだろうな。わざわざ謝罪コメント出すとか、リメイク陣営からクレーム来たんかな。あの騎手と馬主ならめちゃ騒げそうではある。何前高のせいにしようとしてんのわら。お前らがネキネキうるさいからって書いてあるじゃん。単に SNS で下手くそコメントが殺到しただけとちゃうんか。エージェントまで謝罪って珍しいな。天下の川田様を邪魔したからな。ちゃんと謝っとかないと。リメイク邪魔したからね。まあ邪魔なくても行きたくはねえからどんまいだ。馬をまっすぐ走らせられず妨害して騎乗停止は擁護の余地なしだが、ここまで謝罪するのは気持ち悪い。落馬して騎手を怪我したレベルの謝罪だな。あんな騎手は福島ででも乗ってればいいとか言われたんか。まっすぐ走らせればいいのになぜ外に行ったんだか理解不能だな。勝ち馬も大概に怪しいけど、笹川が日米有力馬のレース完全に破壊したからな。謝る必要ないやろ。よく見ると被害なかろうが行き着は無理や。イグナイターよりもシベリウスの騎手のオーバーアクションと外寄れも原因だと思うがね。無知の使用回数でも罰金なんだろ。日本語だけで謝罪文出してるってことは。勘のいい奴は嫌いだよ。誰に向けての謝罪なんだろ。川田くんわかる？ほんと村社会だよな。んなもん不可抗力だろ。JBC で負けて、今回は妨害だからリメイク陣営にとっては一番煩わしい存在なのは間違いない。リメイク、JBC でも空馬のダンシングプリンスに邪魔されてたし、つくづく運ないな。謝ったら負けやろ。ドバイには二度と呼ばれんやろな。これは笹川が悪いけど、レース中の車高や妨害なんてよくあること。被害が川田だったからこそ一大事になってしまったわけで、オーナーやエージェントまで謝ってしまう始末。川田も車高や妨害することもあるからな。そんな大げさに謝罪しないといけないほどのもんか。被害馬の関係者に詫び入れればそれでおしまいだろ。地方馬がってところに闇を感じるんだが。川田とか名前出してるやつって気違い？何かソースあんの？川田だけじゃなくて、結果的に海外馬の邪魔にもなってるよね。川田かはわからんがともかく、謝罪文が日本語のみの時点で対象は怒り狂う日本人関係者だろうな。車高で、騎手、馬主、エージェントが揃って似たようなタイミングで謝罪文出すなんて見たことない。こんなんだから村社会言われるんだよな。影響力のある怒ってる関係者がいた場合は不本意でも謝る。
どんなひどい騎乗しようと馬券購入者に向けては謝らない。馬主が謝るようなことかと思ったけど、多分現地でリメイク陣営とかと変な空気になったんだろうな。ゴア馬主が謝ったことでこれ以上は笹川も攻められんだろうし、それを狙ってかな。8番の馬の外へのコース取りにビビったのか、結構な頭数に影響出たな。よく見るとイグナイターが大きく寄れる前からムーアが外に押してる感じあるな。それがなければあそこまでひどくはなかったかも。そもそもスタート中に後ろから来る馬にまで配慮しなきゃいけないのか。川田は前が見えてるんだから、馬1頭分スペース空けて走ればよかっただけじゃん。そのスペース空けるのすら惜しいっていうなら、位置取りがそもそも悪かっただけだろ。まるまるに謝罪とか言ってるやつが多すぎて心配やが、謝るなら直接するやろ。 SNS でしてるってことは外野のお前らみたいなやつに向けてに決まってんじゃん。そんなに謝らんでもってくらいだけど、どっかで炎上でもしたの？というか SNS 上でむちゃくちゃ炎上したからでしょ。世間の反地方競馬の空気を甘く見すぎたな。外国馬含めて6頭ぐらい迷惑かけたから当たり前。レースをめちゃくちゃにしたから来年以降日本馬の招待も大幅に減りそうだな。これでナイスチャレンジとか言ってる奴らがマジ気持ち悪い。他の陣営だって本気で勝つために積み上げてきてるわけで、まして海外遠征なんて検疫とか輸送考えたら半年くらいレースに使えなくなるダメージ承知で出してるのに、騎乗技術が劣る奴がいるせいで全部パーなのに。俺は振りは受ける方が悪い派だから許すわ。気にすんな。また応援するよ。言い訳ばかりする奴より全然いい。次頑張れ。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。